それではただいまより第63回京橋駅空襲被災者慰霊法要を始めさせていただきます。三重県各自住職竹内日照上人様、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
崩れ落ちる瓦礫は轟音とともに折り重なる人々を容赦なく押しつぶし、もうもうたる砂塵は古風天をついて吹き上り、真っ黒なる泥と土砂は団地に向かって折り作り続き、一瞬にして四方を暗闇と化す。空襲爆裂の時刻は前後数十分、時移りその形状を眺めれば、ああこれはこの世の光景にあらず、大地転倒して駅舎を引き破り、鉄の線路雨のもと棒のもと人肉飛び散り死体散乱五体満足のものあることなし、助けを求められる絶叫は巨大な石垣の石の下にその半身を潰されたる者の声にして、ここかしこと声なき遺体も数限りなく、足の踏み場もなし、救出を急げと叫ぶ 声飛び交うも、大地の全体これ瓦礫の塊なり、人力をもっては誰一人として救出しがたし、今助けるぞと必死で励まし、頑張れと叫ぶ声と手打つの隣でなすすべもなく、一夜明ければもうそこに声もなし、ああ帰国中秋怨念さすごと、救出の人涙流れてとどまる。時に昭和20年8月14日、すなわち終戦の前日、文明の一日を置いて平和なる静けさを迎えることの悔しさは言葉にもならず、痛恨の極みなり、ここに本年昭和73回忌を迎えるにあたり、遺族並びに普遍の閣議とともに追悼追善の誠を捧げ、被災犠牲の諸霊に追服母大の伝言を供する者、各霊に持って見すべし、元本の無名を切る代理権の南無名を法蓮へ供、庄司の常夜を照らす大東明の南無明法蓮華経、サルダルマウンダリカスタランの南無明法蓮華経。これ時平成29年8月14日、明家山明見学寺本仏道明院日照を敬って申す。寺西忠之様、大阪市両東区区長松本克美様、京橋地区商店会連絡協議会会長玉木浩一様、株式会社京阪流通システムズ京橋事業部長川島秀嗣様。
大阪城東ライオンズクラブ会長勝田博子さん、衆議院議員宮本武史様、ご遺族代表高塚康春様、長尾雅彦様、先民塚慰霊法要協賛会会長東浦栄一様、先民塚慰霊法要協賛会会員の皆様、大阪市立政権小学校校長甲斐誠二先生、大阪市立政権小学校斉田正幸先生、児童代表津森美希さん、同じく児童代表森口浩介さん、同じく児童代表浜谷愛理さん、地域振興政権連合代表日野一郎様、新一企画会代表真田光也様、新一企画会武田重治様、新一企画会小田純一様、京町会代表岡崎文子様、大阪城東ライオンズクラブのメンバーの皆様、
橋駅空襲被災者慰霊祭を終了させていただきます。ご焼香の方はまだお時間がございますので、ごゆっくりご焼香の方よろしくお願いいたします。